プリズムはかつてゼネラルモーターズとトヨタ自動車の合弁企業であるヌミが製造しジオシボレーブランドで販売していた乗用車である。プリズムはゼネラルモーターズが展開していたエントリーブランドジオ向けに供給されたモデルである。同ブランドでラインナップしていたスペクトラムの後継者種として誕生した。生産はヌミによって行われたため同企業の初の生産モデルとなったシボレーの場の 後継モデルにも当たる。ヌミがトヨタとの合弁事業であることから、プリズムは、シボレれの場同様、トヨタスプリンターがベースとなっている。プリズムは、ベースとなったスプリンターの組成の良さから、トヨタの品質を受け継いでいたが、市場においては、カローラとは異なり、あくまで GM 内製のモデルであるとみなされていた。そのため競合するカローラと比較して、有利になるように、販売店において、 さらに安価な価格帯が設定されていた。ジオブランド展開中は唯一のセダンモデルであったが、ジオは1998年に終了してしまう。その後は、シボレーブランドで供給が開始される。しかしシボレーでの小型車はあくまでより価格の安価な、キャバリエがメインであり、プリズムの存在は常に日陰であった。しかし安価ながら壊れにくいその車体の評価は確かで、あり。 キャバリエのような爆発的なヒットではなかったものの、前代通じて約100万台を堅実に販売している。後にキャバリエと車種統合され、シボレーコバルトとなった。初代は1990年に販売を開始。それまでファミリー層をターゲットにしていたスペクトラムのコンセプトを継承している。ベースはスプリンター及びウォシュ向けカローラセダンで、スペクトラム同様にセダン、 ハッチバックがラインナップされた。エンジンはホットモデルの1.6リットル直列4気筒の 4AG を備えたグッシー及びベーシックな 4AFE のベースグレードがラインナップされ、それぞれに5足 MT、4足 AT が組み合わされた。外装は日本仕様とも欧州仕様とも異なるヌミ独自のもので、フロント部は大きく変わっているとはいえまだベース車両の 面影を残しているが、特に、セダンモデルについては、リアセクションが独自のデザインとなり、差別化されている。1992年に生産終了して、自モデルへと移行した。プリズムは1992年に1993年、モデルイヤーとして、モデルチェンジする。ベースは変わらず、スプリンター及び欧州向けカローラセダンで、AE100 系が元となっている。 外装には若干ベースとなったスプリンターの面影が残っているが、仙台同様にリアセクションはヌミ独自の悪の強いデザインとなっており、また内装についても全く異なっている。仙台とは変わって 4A、GE エンジンのホットモデルはラインナップされておらず、1.6リットルの 4A、FE 型を備えたベースグレードと1.8リットルの 7A、 FE 型を備えた上級グレードのエレスイが設定された。これによりファミリー層に向けた落ち着いた性格となった。エレスイではオプションでレザーシートが設定された。また先代では不評であったハッチバックはラインナップ落ちしている。競合するカローラに比べあえて若干価格が低く設定されていたため爆発的にヒットしたカローラの恩恵を受け、 その対抗検討者として先代に比べ堅実に販売台数を伸ばした。1997年にジオが終了するのに伴い先行して生産終了となった。それまでプリズムの供給元であったジオが GM 内の販売戦略の見直しにより消滅したためプリズムは GM のエントリーブランドであるシボレーへと継承された。その際に1998年モデルイヤーとして モデルチェンジし、従来はスプリンターベースであったボディをカローラベースへとしている。コンセプトはモデルチェンジしても変わらず、堅実に内装や質感を高めて進化したが、ラインナップは整理され1.8リットル L4 のみの供給となった。シボレー内のクラスの位置づけは最下層のメトロに次ぐ、キャバリエと同等のものであった。しかし同クラスに位置していたキャバリエは、より安価であり、 キャバリエに比べプリズムは高価な装備であったが、市場ではより安価かつ室内空間の広いキャバリエにニーズが傾いていた。2002年にヌミの生産能力をポンティアックバイブに傾けるために生産を終了。後継モデルはシボレーコバルトである。ありがとうございます。